I'm back. Welcome back. I'm makeup artist based in New York と、今日はバネッサさんに来てもらってます。よろしくお願いします。今日はね、こんだけ用意させていただいたので、今日は飲みながら、こんなメイクやっちゃったエピソードと、ともに、バネッサさんの方のチャンネル、ケンダルメイクやらせてもらうんですよね。そうです。なんで、こっちのチャンネルでは、ケンダルのベースメイクをさせてもらって、バネッサさんの方でケンダルメイクやっていきたいと思います。メイクポイントをやっていただきます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ってことで、始めていきたいと思います。Are you guys ready? Let's!フォトジェニック。じゃあ早速始めてきて、僕これずっと飲んで、これすごいっすよ。これ上が上全部開くんですよ。おーですごい。もう日本売り切れ続出って見つけれなかったんですけど、今回見つけてくれてるすぐそこのコンビニですもんね。おーすごい。やばい。おやばい。うん、コンビニの酒ってこういう感じですよね。勢いがね。私ケイトさんのチャンネルでこんなん見たことない。見たことない。もう今日当たり。じゃあ乾杯しますか。もうだいぶ飲んだんですけど。あ、でもちょうどいいですね。そうですね。いただきます。いただきます。これは SE もついてくれるんですか。すげえ、めちゃくちゃもうやれてないんでね、はい、でも美味しいですよね。美味しいです、最高です。私自分の配信でお酒飲んだりはするんですけど、はい、まだ YouTube の方でお酒飲みながらってやったことないので。あ、まさか。コラボも初めましてだし。え、そうですね。そうなんですよ、 YouTube でお酒飲むのも初めてなんですよ。ちょっと頑張ろう。お酒何が好きなんですか。ロゼとかサングリアとか飲むことが多いです、うんうん、あ、めちゃくちゃおしゃれじゃないですか。竹女なんです。シャンパン用意したかったです。あー、すいませんね、事前に言わなかったばかり。次からお願いします。と、はい、ことで、じゃあ今からね、飲みながらメイクの失敗談エピソードっていうのを集めたんですね、2人で。そうですね。なんでちょっとつもり答えていきたいと思います。インスタグラムでね、集めさせていただいたんでね、はい、めちゃくちゃ来ました。バネッサさんの SNS すっごい面白いんで、皆さんチェックお願いします。まずこれですよ、もうおしゃれ。僕日本に来て一番嬉しいかも。じゃじゃーん、コンビニおつまみです。もりもりさっき食べたい。食べましょう。はい、いいかも。食べます。さあ、うちいたら。うま。美味しいですよね、うん。やっぱりこういうとこにもセンス出ますよ、ね。めっちゃうま。うん。そこまでせえへんで、僕らもう剥いたまんま食べる。いや、いつも私だったらいつもこんな感じです、うん、袋から直食いですけど、はい、ほら今日は防具風じゃないですか。あ、そうです。あ、忘れてた。防具風忘れてた。一応防具風じゃないですか。そうです。防具の人は。世界一ティッシュ使うからね、食べるとき。ちなみにケントさん、防具ね、撮影されたことありますけど、どんな感じの現場なんですか。はい、こんな感じですよね。もうもはや。お酒飲みながら。でもお酒、でも正直飲みながらです。本当ですか。はい、その時僕の撮影でメキシコ行ったんですけど、はい、こんなにあの遊んでるやつ見たことないって言われるぐらいお酒飲みながら日焼けしすぎて。でもちゃんとやりましたもんね、お仕事。ちゃんと やれましたね。やりましたね、やれましたの方です。あ、よかったです。はい、防具でこのタオル巻いてる人います。思います。もうかなり防具になりつつあります。私が防具ですか。はい、防具です。で、僕も防具の可能性が今あります。じゃあ我々は防具という概念。私も防具という言葉になりたいです。でもやっぱりケントさんがついていけてない。逆に今追いかけていとかね。じゃあちょっとやっぱり防具なんで、お酒を飲みつつ、うん、やっぱ今メキシコの風をもう一度再来 で、ね、はい、ベースだけやっていただいていいですか。わかりました。でベースやらせていただきます。なんでバネッサさんに回させとんの。今日はちょっとお言葉甘い、甘い。回ってない。はい、じゃあちょっとやらせていただきます。すいません、お願いします。じゃあ防具ってことでキティちゃんをちょっと使っていきたいと思います。防具モデルはキティちゃんを使うそうですよ。そうですね、もうみんなキティちゃんです。でバネッサさんの動画僕めちゃ見させてもらって、ありがとうございます。めっちゃ面白いですね。もう喋りが防具、喋りが防具、喋りが防具でした。え、今日防具になる前から防具でした。もう防具だったんですよ。だから防具になるっていうストーリーを作りたいなと思って。バネッサさん今化粧水終わって日焼け止めだけですもんね。はい、なんで今回この僕の好きなアディクションを使って一回お肌をフラットにしたいなと思って。っていうか僕の作るお肌、マイハードテクニックは、うん、肌、マイハードテクニック、マイハードテクニックは結局色合わせに近いというか、お肌作りっていうのは、うん、っていうふうに僕は思います。メイクの考えてファンデーションを使ったら、ファンデーションで結構隠しちゃう人がいるんですよ、全体を。じゃなくて結局メイクって色合わせした方が均等になるというか、うん、例えば海外の人だったら顎下違う人、ここから違う人って分かれる。
んですよね。だからそれを色を合わせていくっていうのが僕のメイクのやり方かもしれない。うん、生活の中でここ、そうです、口の周りだけ黒くなっちゃう、うん、私そうなるんですよ、はい、なんか寝てて、うん、ちょっと前まで結構うつ伏せで寝ること多くて、はい、おかげでこの口周りが多分擦れ、うん、とか摩擦とかで黒くなっちゃって、はい、なんでこっちを隠して、うん、どっちかっていうとケントさんでいう上の方に色を合わせることが多いですね、うん、やってる、私やってる、私ケントやってるやってた、やってる、私ケントやってるそうで、今回はケンタルなんでちょっとワントーン暗くしてます。でなぜかというとちょっと向こうはセレブ小麦肌なんでヘルシーです、ね、そうで、ここからが多分コンシーラーとかを使うテクニックになってくるんですよ。でコンシーラーを使って色合わせをしていく、ね、例えばここら辺から、うん、でここでしっかりと全体的なベースをちょっと暗めにしたら、次は明るくしたいところに色をのせていく。ヴァネッサさんも肌でその失敗談とかってありますね。アトピーあるんで、うん、そうなんですよ。なんか今はちょっと楽になったというか、はい、人前に出れるぐらいになりましたけど、うん、結構学生の時とか、うん、部活運動とかで汗かいたりとか、うん、紫外線ずっと浴びてたりとか、うん、特別ケアとか気にしてなかった時は、うん、もうかきむしったりとかしてたんで、うん、やっぱり摩擦で首と顔の色が違うんですよね、うん、なんでめんどくせえと思って、うん、もう顔と首の色違うのもうめんどくせえからいいよと思って、どうせシェーディングでここ暗くするからいいよとか思っちゃって、うん、気にしてないんですけど、もう小麦肌でいってもいいんですね。いや、そうですよ。で、それっていうか、でもお肌の、うん、じゃ例えば、うん、その首と今が違うっていうところも、うん、僕のその感覚で言うと色合わせをしていけば、例えば今こう見てもらったら分かると思うんですけど、うん、あえてベースにさっきみたいにファンデーションを入れて、うん、ことによって今ここダークトーンが入ってるの分かります？分かります。これだけでいいんですよ。シェーディングいらない。ここに、うん、ここよりワントーンくらい入れることによって、うん、グラデーションになって、うん、ほら、スッてなるもの分かります？すごい。そうそう。っていうのが僕の中で色合わせで、例えばさっき骨格出すためにここにもワントーン、こことなで色入れとくことによって、うん、明るいトーンと黒いトーンが混ざって、うん、ほっぺたが今浮き出てきたり、はい、だからここも気にならない、グラデーションになっていくからなじむ、うん、で色が合わさっていくっていうような、うんうん、企画どこ行って真面目になってるほんまや、あかあかなんで防具になってたメキシコの風よね、はい、メキシコの風感じすぎてたぞ、今中野区に、うん、中野区に今メキシコが再来しちゃいましたね、うん、バネッサさんのフォロワーさんもすごい語彙力が素晴らしい、はいはい、私のファンもオタクが多い、私がオタクなんで、はい、オタクが集まるんです。口周りのニキビをコンシーラーで隠したら色が合ってなくてオレンジ色ヒゲのカールジさんができた、うん、あ、なるほど、あ、ここですね、はい、カールジさん分かります、うん、分かります分かります、お菓子のカールジさんの、はい、ここにオレンジができたんです、うん、確かにあるあるですよね。でも実質合ってたりしますよね、うん、だってニキビってケントさんオレンジ色で、うん、今このテクニックと一緒で、うん、やっぱ防具なって持っていいですか？一旦防具入ります、うん、一旦防具入ります。濃い色でカバーしようとするのはもう大正解なんですよ、まうん、実はまず濃い色を入れて赤みを消して上からワントーン明るい色で上に乗せるとグラデーションになって消える。でカールジーさん途中段階ですか？例えば実はこれありますよね、あるんですここ、おニキビさんがここに出没してるんですよね、うん、1,2,3 おニキビさんってことなんですけど、これでやっていきたいと思います。じゃあさっきのおひげテクニックやっていきましょう。はい、やっていきたいと思います。どうぞ。それではおひげにつながるオレンジトーンでやっていきたいと思います。ガッテンです。はい、それでは横を向いていただいて、こちらにお座りいただいているおニキビさん、無断ですよ、やっていきたいと思いましょう。はい、どうですか？これが多分おひげになる色味になっていると思います、その上にですね明るいトーン使わせていただいて、うん、上からおにきりさん、おにきりさん、肩を叩く、おにきりさん、おにきりさん、おにきりさん、はい、消えましたね反応がないので僕の方に間違ってるのか消えてないのかっていうそういう不安がどん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 出てきて、おにきりさん、おにきりさん、はい、おにきりさん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 、どうでしょうか？消えました。消えて。すごい。消えてます。消えた。あ、消え、
消えた。ほんまに消えるでしょ。消えた。で、なおかつさっきの色味が濃い色で抑えることによってめちゃくちゃナチュラルでもゼロになるんです、うん、そう、だからカロリーゼロです。どんだけつけても太らない。やったぜ、これで私もケンダルです。 Please subscribe チャンネル登録よろしくね。今もうね、見てもらったら分かると思うんですけど、結構骨格がもうはっきりしてきてるんですよ、うん、どうでしょう。思いました。さっきのこの首とのグラデーション時点で随分出てるなと思いました、うん、ハイライトとバランスが取れてきて、うん、馴染みました、うん、え、私この人にいろいろ疑問が浮かんでるんですけど、はい、コンシーラーを根元が潰されてるブラシじゃなくて、はい、こういうフラッフィーなブラシでやるんですね、はい、うん、の方が全体的にコンシーラーやるときに、うん、例えばですけど、なんですか、だから結局まあめちゃくちゃ悪い言葉浮かんで、うん、みたいなもん吹きかけるの、パッ、あー吹きかけてなんか飛んだ感じっていうのが分かりやすいです。丸いブラシの方が馴染みやすい、ね、そうで、細かいので上からこうちょんちょんちょんと押さえるとパン、うんうん、一回バランスよくふわって刺しといて、うん、後でこうかき消して、あーパン、そうそう、分かります分かります、はい、ただそれは良くないですよね。メイクさんとして良くない可能性があるので、だからバン、今ピー入れてるバンって言ってシュッシュッシュッ、はあはあ、そう、バンって言ってシュッシュッシュッっていう感じです。あ、はい、なるほどなるほど、あれですね、ポイントで置いてから、そうです、はい、ぼかしていくっていう。そう、だからメイクでも狙いたい場所によってブラシを変えるんですよ。例えば、ね、こうリップラインしっかり出したいなって時は、うん、リップラインに取ってキュッキュッキュッこう入れてあげてあげる、うんうんうん、広い範囲だったらフラッフィー、そうです、こういう風にラインを作ってあげる。うん、私いつもリップラインボケちゃうんですよ。そういう時にこういうのがいいんですよ。ただ、リップラインもボケる時に輪郭をしっかり作るなら、うん、外はふわっとさせるとかね、あえて、うんうん、しっかりとコンシーラーでふわっラインを作って中はふわっと入れる、うん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 、とかの方がいいと思う。ザじゃなくて、だ結構乾燥しがちってことですね、リップラインが。そうです。気になった時にはそういう風にした方がいいですね。うん、はい、ニキビって赤じゃないですか、はい、で私色相環ってあれの考えで赤の反対色は緑だから、うん、緑を向けてから消してたんですけど、うん、あれは逆効果ってことですね。いや、それはそれでいいんですけど、カラーコントロールとお肌で考えたんですよ。僕もそれ実は失敗したことあって、メンズのモデルの子で、基本メンズってそんなメイクしない、そうですね、中で日焼けしてきてたんですよ、そのモデルの子は、はい、だから赤だから全部に緑塗って、うん、ファンデーションやったらバンパインみたいになる、顔色悪くなっちゃった、うん、そういう時にはそこがカラーコントロールっていうのが、目でやるカラーコントロール変えないとダメで、カラーコントロールミニマスとだけ赤みのある焼けたところからですね、こういうトップが出てくるところにカラーコントロールをちょっと乗せて、全体的にバランスをファンデーションを塗ってメイクをして、全体に赤塗りましょうだとヴァンパイアになるから、赤を抑えたいところに入れて普段のファンデーションってなると、日焼けしてきてどこ行ってきたのみたいな、うん、いいな、海行ってきたんだっていう会話に持ってくる、うん、なるほど、そうそうそう、全部隠すんじゃなくって馴染む程度に出すとこ出して、あ、うん、自分の中に出るとこ出てやんぞっていうぐらいの気持ちでおった方がいいんですよ。あ、なるほど、そう、隠しすぎると良くないぞと、全然良くないです、ま、ということでね、はい、視聴者様の、うん、はい、質問箱については間違ってはないってことですね、うん、まあベースはでもこれぐらいで僕は正直いいかなぐらい。なるほど、ということは質問1個で終わってしまった、うん、ということですかね。パウダーはたかないんですか。パウダーはたかないです。こっからが勝負なんですよ。パウダー今はたいちゃうと、今作ったベースをどこで活かせるかっていうところがなくなっちゃうんですよ。だから今は骨格まで作りました。で、次にバネッサさんのあのチャンネル飛んだ時に骨格、メイク、ハイライトっていうのをもうちょっとパウダーで作っていって乗せていく、うん、で僕は結構こうナチュラルが好きなんで、うん、いつもでもなんかあったじゃないですか。彼氏から、うん、今日みたいにメイクしてない方が可愛いから大丈夫だよって言われるんですけど、うん、今してるよって、うん、でもそれはその人も大正解で、うん、彼氏騙せてるってことで喜んでいいんじゃないですか。生まれながらにこの顔だよって、そんなテクニック素晴らしいよ、うん、拍手喝采です。拍手して、うん、僕は本当にナチュラルメイク追求してきたんで、うん、メイクしてナチュラルですよってツヤですよって見せることってめちゃくちゃ実は簡単で、うん、あ、そうなんですね、うん、道具だってそのまま乗せたらいいだけ。でもお肌って人によって違う。そこを僕が言うカラーコントロールっていう、目で見るカラーコントロールがすごい大切で、ツヤ出したいこのプロダクトをこの人に合わせたらツヤ出るけど、実はオイリー肌の人のツヤがツヤツヤになって求めてるお肌にならないっていうところでは、じゃあ
ちょっとつやならマットを用意して、もともと出てくるその人が持ってるオイリー肌っていう武器を使う。そうだから今回ワンさんの族でなぜ僕がここで終わらせるのかっていうのは、これから完成するときにメイクをした後に最後にパウダーでしっかりコントロールしたいなっていうお肌やったんですよ。だから今パウダーしちゃえばお肌マットで完成しちゃうんですよね。今まだサグラダファミリアってことですよね。そうです、まだまだ発展途上で、うん、今ここら辺いっぱい走ってます、うん、どう完成させようかっていう人がいっぱいいる中で、うん、僕が最終的に今日完成させれないってことですか。終わらない、私終わらないまま帰る。まずい、見た目で終わるって感じになるんですけど、まあそういう気持ちでやってます。もうちょっとね、ケントさんのチャンネルでは質問をたくさん拾いながら、ここであコンシーラーでってやる予定だったんですけど、うん、どうやら私とケントさん喋るみたいですね。そうですね、なんか噛み合っちゃったんでね。でも私たちまだ会って1時間ちょっとなんですよ、ね、あ、そうなんですね。そんな感じがもうしていないんですけれども、大丈夫でしょうか。大丈夫でしょうか。大丈夫みたいです、ね、周りはもう引いちゃってるんで、うん、僕たちの世界でやらせてもらいたいと思います、はい、ではこの続きは私のチャンネルでやっていきたいと思います、うん、私のチャンネルは20分以上の動画が割とあるにはあるので、はい、あの下手すると40分ぐらい。かしこまりました。じゃあ40分圏内でいきましょう。はい、はい。大丈夫でしょうか。すいません、生意気な感じでぜひ私の、はい、チャンネルでもご覧いただけたらと思いますので、バネッサさん、アルファベットでバネッサさんです。はい、どうぞよろしくお願いいたします。残りの酒も私のチャンネルでしばいていきますので、はい、よろしくお願いします。しばいていきたいと思います。ではハーフジェンナルでジェンナル。まあこんな感じで私のチャンネルについていきますので、はい、あのぜひよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。お越しいただいてありがとうございました。ぜひよろしくお願いします。はい、それではバネッサさんに来ていただきました。動画良かったなと思ったらいいね、チャンネル登録、コメント&シェアでバネッサさんに飛んでっちゃってくださいな。お願いします。じゃあね、バイ。はい、ウェルカムバーカーメイクパーティスペースニューヨーク、どうもケントです、よろしくお願いします。で今日はね、スペシャルゲストがいます。ビエナさんです。トリカー大臣のビエナです。めちゃくちゃ嬉しいんです、会えたのが。よろしくお願いします。よろしくお願いします。